脇腹のストレッチをしていきます。この体操は膝痛や股関節に痛みのある方、人工股関節の方は注意をして行っていきましょう。足を組んでいきますが、この体操は膝を下ろしたまま行っていただくこともできます。まずは右足を左足の上に乗せていきましょう。膝に痛みのある方はそのまま下ろしたままで結構です。左手を右の膝に添えていきます。右手を前に出していきます。このまま指先を見ながら後ろに体をひねっていきます。腕が痛い方は背もたれに手を下ろしていただいて大丈夫です。この姿勢で15秒数えていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、ゆっくりと元の姿勢に戻っていきます。反対側も同じように行っていきます。左足を乗せていきます。右手で押さえ、左手を前に出します。このまま同じように後ろにひねっていきます。この状態で15秒数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、ゆっくりと元の姿勢に戻っていきます。